さあ始まりました、万劇おうちチャンネル。万劇おうちチャンネルでは万劇メンバーがいろんな企画をお届けします。第1回企画は万劇怪談ナイト。イエーイ、よいしょ。はい、よいしょ。うわい、さあさあ、よろしくお願いします。こんばんは。まず自己紹介をしましょう。はい、私いいツートライブ高典でございます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、さあ、そして僕、ダブルアートしんべえです。お願いします。お願いします。お願いします。僕が天使と悪魔川口です。お願いします。お願いします。お願いします。裏にのず山田です。お願いしま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 す。さあ、ね、今回はですね、はい、今回チャンネル、この万劇チャンネルの配信なんですけど、今回が初ということで。お、あ、そうなんや。第1回目で怪談ナイトというちょっと異質な一発目なんこれ。一回目これ。一回目で別に関係ないし。だいぶし信頼されてんじゃん、ほんま。ちょっといいですか。なんでそれ、はい、高典さん。あの、皆さん、ここの怪談ナイトということで、ちょっとあの、はい、背景が、はい、そうですよ。怖い感じの怪談背景。バーチャルでね。はい、いや怖すぎるやろこれ。うん、怖い。襖の感じ、ほら、奥までめっちゃあるね、ほら。ね、ちゃんとこうある。それは何ですか？で、高典だけ、なぜか洋室。バーチャル背景ができなくて、スマホが古すぎて。したいのよ。何回やってもできへんやろ？できへんねん。iPhone2 やろ、だから。違うよ。2は使ってるやつもんやな。逆に高いっすよ、それ。すごいっすよ、2。いや、価値高いっすよ、多分。6Sが、そのバーチャル背景っていう設定が なくて。なんか出てこへんねんな。出てこへんのよ。ほんで、そうなんよ。ちょっと部屋の中で一番怖い部屋。まだ一番雰囲気出る部屋。まあ、でも逆になんかリアルで怖そうやけどな、その部屋の。なるほど。確かに、確かに。怖いです。いや、そうやね。うん。はい、うん、いや、この明かり具合とかもちょっと調整して今やってるんで、はい、あとその明かりのせいで、うん、あの韓国の俳優さんみたいなってる。確かに。ちょっとね、いや、ちょっとイテウォンクラス面白いね。面白いな。面白いね。イテウォンクラスからの、うん、愛の不時着行って、うん、ほんでその後人間レッスンっていうのも皆さん、あの、この最高ですから。でドラマですか？ドラマ、韓国ドラマ。でも、自粛中は一丁上がりですか？一丁上がりですよ。だからコロナ終わったら、はい、一番初めに、はい、韓国に行きます、僕は。こんなにハマって。本場で、めちゃくちゃ、はい、本場、めっちゃおもろいですよ、話が、普通に。あと、自尊心下村君と昨日、電話で喋ってたんですけど、はい。俺呼ばれてへんやんって言ってたわ。あ、確かに。ほんまや。ほんまや。なんやったら階段、川口さんよりイメージあんのに、階段。いや、それ。俺じゃないねん、多分。聞くところによると、はい、あの、ヒゲが伸びすぎて NG やったっていう。ああ、なるほど。そういうこと、はい、確かに。あと、根性焼きが怖いっていうのとね。怖いっていうので、ほんまに怖い話やってことで。それは良くないもんな。ちょっと、普通に楽しいですね、こうやって話すのが。ねえ、いや、そうですね。久々にこうやって芸人さんと喋るから。今のとこ怖い背景で、怖い背景で世間話してるだけですよ、ずっと。ちょっといいですか？うん。はい。ちょっと、はい、山田くん、何すか？そう。山田くんだけね。僕、ちょっと最初いじってもらったんですけど、そんなことじゃなかったですね。はい、山田くん。いや、僕、普通に、衣装じゃないですけど、そういう怖い怪談するっていうので、ね、はい、そういう雰囲気合わせただけですよ。白装束。ほんでね、はい、僕ら、はい、僕と高野と川口さんは、はい、バストアップじゃないですか。はい、山田君全身映ってて、なんか自粛中にだいぶちっちゃなりました。いや、ちっちゃなった。ほんまやな、ちっちゃなったの。距離だけ、ちっちゃなったって思うのは安直すぎますって。めちゃくちゃちっちゃなってるの。考えてくださいよ、もうちょっと。距離置いてるだけですやんか。あ、ほんま。パソコンなんで、僕はね。なんでちっちゃなったと思うんですか。あ、いや、ちょっと。パソコンやからや。いや、そうですって。パソコンでやってるんで、山田は。はい。ちょっと山田、あの、背景さ、やっぱ、はい、しんべえと川口さんと違ってさ、その階段のやっとくにもさ、はい、後ろに、
はい、なんかあの変な模様のあれが載ってるね。え？変な模様のなんかいつもなんか YouTube とかに載ってるあのポスターみたいな、はい、絵みたいなのを。え、それが映って持ってるってこと？うん、やっぱり映ってないでしょ。え？映ってないでしょ、なんも。この音楽に。映ってるよ、やっぱり。見えるお前の後ろであの絵が。さすがや。え？すごいね。これでしょ？あ、これ映った。おい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 。これ。それそれ。えぐいな。やっぱりそれやな。この絵ないでしょ、今後ろには。そこやと思う。山田といえばこれ。うん。ちょっとそれでいいんじゃん。いや、僕らにこれおかしいでしょ、怖い話。なんでもう一人おる状況で、気になるでしょ、聞く方も。階段しゃべって、うん、階段しゃべって、うん、落ち終わったらそれに変えたらいいんだよ。こんなん、ああ、終わったなっていう。僕がレベルに紹介してる時の写真で落ちやと思わさないとダメですよ。面白い。さあ、はいはい、まあ全然フリートークでもいいんですけど、一応この怪談ナイトっていうのがございまして、はいはい、そうですね。でも怪談ナイトって言っても、ある意味怖い話、はいはい、満劇メンバーで起きた怖い事件、はい、うん、行ってみたい心霊スポット、はい、階段回しなど、はいはい、とにかく怖いにまつわるトークやったら何でもいいということで。なるほど、うん、まあ、なるほど、別に、うん、あのほんまに怖い話、幽霊の怖い話じゃなくても、まあ全然 OK だと、うん、はい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 、はい、いうことなんで、まあ言ったらまあね、初回なんで、まあ、うん、何でもありという、うん、いいですね、初回でこんな暗い確かにね初回ではないな。絶対初回じゃないですね。これね、山田以外、一応これ先輩おるけどちょっと言わせてもらいますけど、山田以外全く人気ないメンバーやったね。はい、山田が悪いけど。山田ありきですね。山田ありき。ありきよ。うん。山田がだからもう、そんなことないです。絶対言わんとってね。言わないですよ、わざわざ。うん、そんなん言う。おかしいでしょ、階段の中でうんこ出てくるの聞いたことないんですよ。出さないですよ。すごいな。怖い話。いや、でも早速やっぱ怖い話の方がいいんじゃん、やっぱ。はい、ね、うん、あ、なるほど、ある、はい。ある意味とかよりもやっぱ最初は怖い話の方が。確かに、確かに。なるほど。ごめん、ちょっとごめん。はい。はい、あ、今ちょっと奥さんに水入れてもらってる、ごめん。いや別に言わんくていいでしょ。いや、いいから。バレないでしょ。いいよ、それ。バーチャル、はい。バーチャルってやねんから。すいません。あ、映らへんの。バーチャルやから。何それ。うわ、すごい。あ、緑やから。うん、気持ち悪。え、何？気持ち悪いコップ。変な色。いやいや、すごい。変な色。コップも緑やから。影飲んでる。レゲエや、レゲエや。やば。ラスタカラー。ラスタカラー。ラスタカラーでいいや。レゲエも好きやけどな。うんうんうん。なんか怖い話。ちょっとここで一回決めません、順番を。はいはい。そうですね。順番。どうやって決めます？じゃんけんで決めてみます。ズームじゃんけん決めるか。はい。ああ。それかなんか挙手制でもいいよ、もう別に。じゃんけん、じゃんけんした方がいいか。はい。じゃんけんする？やっぱ。せっかくやし。一回ちょっとズームじゃんけんしましょうか。ズームじゃんけんしようか。ズームじゃんけんしましょうか。はい。いきます。最初、はい、いいよ、高田に。最初はグー、じゃんけん、ほい。なんでみんなこう出すねこうだよ。地味やな。俺もチョキや。カルシさん、バーやったでしょ。カルシさん、ピースしてるだけかもじゃん。スクショタイム、タイムちゃうんすよ。スクショタイム。チョキ嘘嘘、川口さんだけ買ってましたよ、今。川口さん、決めてください。何番か。俺？はい。どうしよう。どうしようかな。一発目に喋る思てんの、ちょっと変な話やから、トップではないな。それやったら僕、トップ行きましょうか。行きましょうか。じゃあ、はい、2番目行くわ。はい。はい、ちなみに、これは一応30分らしいですね、配信は。30分なんでね、大体、うん。はい。了解しました。はい。了解しました。じゃあ、僕からいきます。はい。はい。僕は、ほんま、どこでも話してない。え？最近、奥さんに聞いた話。うわ。はい。ほんまに、最近っていうか、もう、昨日ぐらいです。
すごい。うん。めちゃめちゃ最近。なんかないですかって聞いたら、ちょっとこんなん聞いたことあるっていう、はい、うん、話なんですけど、まあこれは奥さんの、まあ知り合いの方が、徳島県に住んでる方なんですけど、はい。まあこれ男性の方で、男性。で、まあその人は A さんとしましょうか。はい。その A さんはよくみんなで、二十歳ぐらいの時に、はい。車で心霊スポットによく行ったんですって。はい。うんうん、で、それめちゃくちゃ有名ななんか峠があったらしいんですよ、心霊スポットの。はい。で、そこによく、その A さん、B さん、C さん、D さんって、まあ4人組でいつもよく行ってた。はい。で、その、よく行ってた峠の手前にですね、はい、あの心霊スポットに行く手前になんか吊り橋みたいなのがあるらしいんですよ。でそこもめっちゃ雰囲気気持ち悪くて、である時行った時にその吊り橋にあの花束とかお供え物があったんですって。で結構その時にそこあの D さんは結構めっちゃちょける人 で結構そこになんかちょっと一回止まってみたいな感じで止まって、そのなんか、花束を思いっきり蹴って、でその川の下に、その橋の下に掘り投げて、これで、あの、霊来るやろ、俺んとこ、みたいな。まあまあ、やばいっすね。そういうことするような人やったらしいですよ。うん、やめとけよ、みたいな。ほんまに呪われるぞ、みたいな。いや、関係ない、関係ない、みたいな。があって、で、そっからもよく、まあ、ドライブしてみんなで心霊スポット行ってたらしいんですけど、で、また久しぶりに、一年後ぐらいにあそこ行こうやってなったらしいんですよ。はい。連絡取り合って。はい。で、いつもみたいに A さんが車出して、まず B さん拾いに行って、で、今度 C さん拾いに行って、で、ま、最後に D さんを拾いに行ったんですけど、はい。D さんはその花束をむちゃくちゃにした人で、で、その人ってとにかくテンション高くてめちゃくちゃちょける人らしいんですけど、その日はすごくテンションが低くて、あれなんかいつもとなんかちゃうなって、なんかどうしたの体調悪いんって言っても、いや別に普通やでっていう感じで、喋ったら割と普通で。で、車に乗り込んで、そっからもういつもやったらめっちゃ喋んのに、まあ、D さん全く喋らない。で、そのまま車がずーっと走ってって、その昔その D さんがむちゃくちゃにした花束が置いてあった橋のところに通りかかった。はい、で、入った時に、A さん普通に前見て運転してたら、はい、急にバーンって後ろの扉が開こうとかしたって、はい、で、すぐに急ブレーキして、はい、ほんなら後ろの席には D さんと C さんが座ってたんですけど、はい、C さんがうわーって言って、はい、やばいって言って、で、どうしたんって言って みんな急いで見たら、D が急に扉開けて飛び降りた。うん、って言うんですね。で、みんな車から降りて、パッて見たら、もういなくなってて、おそらく橋の下に落ちたと。はいはいはい。ほんで、もうテンパってみんな、とりあえず、救急車と警察電話せなあかんってなったらしいんですけど、みんな幼馴染ですごいこう、昔からの仲やから、とりあえず、D の、家に電話しようってなって、はい、実家に電話したんですって。はい、今ちょっと D が橋から落ちて大変なことになってますと。ほうほうほう。ほんならその D のお母さんが、A 君何言ってんの？D は家おるよって。ってなったらしいですよ。どういうことどういうことって、うん。で、D に変わったって、D さんに。どうしたんって言ったら、いや、今俺らお前と一緒に心霊スポット行って、お前今橋の上から落ちたやろって言って、うん。いやいやいや、何を言ってんのみたいな。なって、とりあえず電話切って、で、はい、その3人その話になって、じゃあ今まで俺らが一緒に連れてきてたあの D は誰やったんや、うん、なって、何やねんこれみたいな、不思議やなと思ったんで、うん、で、その後、まあ、そっから何もなく、1ヶ月ぐらいが過ぎたらしいんですけど、普通に家おったら、A さんの携帯に、今度その D さんから電話があったんで、うん、で、それ電話出たら、相手がお母さんやった。D さん。うん、
で、D さんのお母さんで、あの、A 君、実は、今日、D が自殺したと。で、死体で発見されたと。で、それが、その、どこで発見されたんですかって言ったら、あの、川で発見されたと。で、その川の上流にあるのが、あの橋の上やったという。おそらくその橋の上から飛び降り自殺して死んだという。だから皆さんも、それ心霊スポット行った時とか、そういうお供え物とかには、やっぱりそういうことしたら罰が当たるんじゃないかというお話です。なるほど。普通しないもんね。これ、はい、これを、怖いわ。奥さんから聞きました。ええー。ちょっとね、どこの峠かわからないんですけど、なんか有名な心霊スポットで、結構そこの橋から、死んでる人がめちゃくちゃおるらしいですね。吸い込まれるっていうもんね。この間、ね、前、よくね、ガリクソンさんが昔にハマってた京都の心霊スポットのマンションがあって、そこに住んで一緒に行ったよね。行きました。次とどんどん そこのマンションから飛び降りて行って、中にあるた観光客が普通にそこに行って足止めて、あ、ここ登りたいってそのマンション登ってそこから落ちるみたいなのがあるマンション。それぐらい有名なね。8階、まあ10階やったかな、一番上から下見たら、行きましたね。みんな落ちるね、そこで自殺するっていうとこを行ったんですけど、そこ見たら、ほんまにちょっと吸い込まれそうになるよな。そう。変な言い方したら、なんか気持ちよさそうっていうかね。そう。落ちてもらおうかなって。飛び降りたくなるんや。そう。覗き込みたくなるというか。僕らですら、初めてパッと興味本位で、まあ、ちょっと行ってしまったんですけど、行った僕らですら、ちょっと、これなんか分かるなって思ってしまったんですよ。で、そのエントランスに、不自然な塀があるんです、両サイドに。はい。その塀があるのは、そこで飛び降りが起こりすぎて、毎回言ったら、血とか二服片とかがエントランスに飛び散ると。はい。それ掃除するのが大変やからって言って、その塀をつけたっていう。でも、住んでる人は当然いない。住んでる人がいるんですけど、ほとんどいるの？だから、いるんですけど、ガラガラなんですよ。ああ、そりゃそうやね。だから、家賃がめっちゃ安いみたいなね。はい。なるほど。しかも、結構有名で、なんかタクシーで行ったけど、タクシーの運転手さんもすぐ知ってたもんな、分かってたもんな。そう。そのタクシーの運転手さんに、その話、どうせあれでしょって、心霊スポットでしょって言われて、はい、でほんまにやめた方がいいですよって、そのタクシーの運転手さんが、僕とガリクソンさんと高取に言ってたんが、実は僕のお姉さんが、なんか、霊媒師みたいな言ってて、で、その、なんかそれでなんか知り合いがそこで孤独死したみたいな、特に持病とかそんなんもなかったのに、はい、でそれでなんかお祓い行ったみたいな言ってて、だからほんまやと思いますよあそこはって言って、たまたま乗ったタクシーの運転手さんでも言ってたから、有名な、えぐいな。あそこは、だってなんか、しんべヱとなんか写真撮ってしんべヱの顔がめちゃくちゃ歪んでたよね。そう、動画で、動画回してたんですよ。もう僕もやっぱ、かかって持ってて、なんか怒った方がええみたいな感じで、なんかね、その飛び降りたとこと、なんか霊媒師さんとかそういう人らがよく行った時には、ここの駐車場の下から、マンションの上見たら一番やばいっていうとこに、ガリクソンさんが言うてて、僕らも行って、僕そこ動画回しながら行って、で、こうバーって上を照らして、こうなんか映したりしてたんですよ。で、高則は高則で、僕を撮って、ってはあ、僕を撮ってくれたんですよ。ほんで、僕がそれ撮り終わった後に戻ってきて、高則がこうなんかこう、見回す感じで、僕の前をこうやって通り過ぎるんですけど、そこ見直したら、僕の顔が一瞬、なんかほんまに鬼みたいな顔に、ぐにゃーって、ぐーって、ぐにゃーって歪んだ。そうなん。全員でもギャーってなって。ほんま、このようなものじゃない顔やったんですよ。はい。ほんで、お前もあかん、これはやばい、みたいな。あるんすかね。絶対にお払い行った方がええ、みたいなったんですけど、はい、その後、すぐに、マネージャーから連絡あって、何やろうと思ったら、その時まだ僕ら5年目、6年目ぐらいだったんですけど、行ったこともない、
なんか千鳥さんの特番のロケが決定しちゃった。関係ない。え？いいじゃないですか。ええよ。めちゃめちゃいい。呪われた。なんか呪われたっていうなんかちょっといい例やったから。いい例や。いい助けてくれたかな。そう。わけわからん。なんかそうやって言う人もいるんですよ。乗り移った方が結構そう仕事を引き寄せるみたいなね。なるほど。あとお払い行ったことある？はい。お払い行ったことある？いや、ちゃんとはないです。ないですね。その知ってる人に。役払いとかしかないですね。うんうんうん。あの、影さんはあるんですよね。あ、そう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 。人をね。うん。あ、ちゃんと行ったんですか？行った行った。うん。で、なんか、ちゃんとね。はい。ちゃんとね。はい、今絶対川口さんが話す番でしたよね、今。ごめんなさい。ああ、そう。変な間が空いてましたけど。ごめん、ごめん。僕ら、3人全員待ちましたよ。全員待ってましたよね。いや、こういう感じで自然に入ってくれるんやと思って。あ、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん。今日の話からずーっと入ってくれると思ったら、笑いの話で。すぐ終わる話。ほんまに。はいはい、はい。ほんまに怒った話なんですけど。はいはい。2週間ちょっとぐらい前に、はい、久々に金縛りに乗って、めっちゃ最近やん。めっちゃ最近。はい、普通、金縛りに乗ったらなんか、めっちゃ怖いもんとか、うん、変なもん見たりするやんか。はいはいはい。けど、俺見たんは、むっちゃ可愛い女の人で、ほう。ほう。もう天使のような笑顔。うん。で、ほう。俺の、お腹をさすってんねんか。なんか怖いけどな。うん、確かに気持ち悪い。なんか怖くないね、あんまり。で、パッて目覚めて、あ、なんか嫌な感じじゃなかったなと思って、うん、そしたら次の日、むちゃくちゃお腹痛なって。うん、なんか徐々に徐々にお腹痛なって、なんやこれ思って、病院行ったら、胃潰瘍やったんか。え？だから知らせてくれてたみたいなことすごい。そうそうそう。ジョイの霊、ジョイの霊でした。ジョイ？そう。石川先生。白衣でした。いや、それを知らせてくれたんか、はい。痛くしたんか。変わられたことで、うん。いや、胃潰瘍って、うん。ストレスとかそんなんで来るんですけど。そうそうそう。その腹を触ることによってストレスを作った、胃潰瘍を作ったってことですか、その胃潰瘍を作ったんちゃうこんな周りくどいことしなく怖ないないや、周りくどいこんな中で、本職中で仕事なくて芸人何悩むことがあるんですかいや、それが悩みだストレス溜まるやん逆にね、逆にですよね逆にな、まあ、溜まりますかね先が溜まるよ外も出られへんし。あ、まあ確かにね。いつまで続くか分かんないですからね。そうよ、仕事もあらへんしな。まあ仕事あらへんすけどね。そうそう、ストレスたまるよ。うん。いや、なんか、川口さんってなんか、起こる出来事結構エピソード怖いっすもんね。すごい。いや、でも、ほんまに久々に会うた、あの、金縛り、マジで。怖いですね。めちゃめちゃ久々に会うた。でもあんま怖い感じはなかったんですね。あの、川口さん的には。全然なかった。まあ、綺麗な感じ、怖い、可愛い人やったから。あ、そう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 、めちゃくちゃ美女。うん、知らせてくれてたんですよね、じゃあ、やっぱり。知らせてたのか、胃潰瘍作られたのか。聞いたことない。ジョイなのか。胃潰瘍作る女の霊。とんでもないな、ほんまに。潰瘍作る霊とか。結構、皆さん、最近起きてるんですね。最近、僕はまあ。僕は聞いた話だけどね。僕もでも最近ちょっと気持ち悪いことあったんですけど。お前絶対お前の番やん。絶対お前の番やん。いやいやいや。自然やったで。川口さんすな。川口さんしまいました。川口さんすな、お前は。川口さんすなって言うな。
川口さん、すな、お前。やめろ。もうやめろ。川口さん、せんときます、もう。おー、あかんで。ええわ。引きつけて、引きつけて、喋らんって、やめろ。お前の番なのに。何芸人やってんねん。わかるやろ、こんな。最近なんですけど、これでも、うん、見てもらったら方が怖いんですよね。え？ちょっと今なんか YouTube なんですけど、ほうほう、僕個人配信してて YouTube で個人アカウント作ってます。はい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 。部屋で個人配信してるんですけど、うんうん、はい、ちょっと怖い話みたいなしてたんです。怖い話までいかないですけど、ホラー映画の話とか、はい、じゃあそういうホラー系の話してたんです。じゃあいつも大丈夫やのにコメント欄が、はい、音がちょっと途切れますとか、映像が止まりますっていうのがあって、まあ、そういうのは電波状況とかであるじゃないですか、はい、うん、だからあんまり気にしなかったんですよ、よくあることなんで、うんうんうん、でもそのままずっと喋ってて、でもみんなやっぱ途切れたりしますとかが止まらなかったんですよ、うんうん、でそのまま怖い話続けてた。これアーカイブでも残ってるんですけど、急に映像が歪んで、僕の顔がほんまに鼻から下がチーズみたいにベーって溶けるんですよ、ほんま、怖っ。ベローンって溶けて、そのまま映像もグニャーってなって、ちょ、一人やからめっちゃ怖いわ、部屋怖なってくるな。気持ち悪い、めっちゃ気持ち悪い映像にグニャグニャってなって、めっちゃ怖い。それが止まらへんくなって、ああ、つまり僕の、それ、配信中のみじゃなくて、アーカイブ残ってるやつでもその時間だったら、ぐちゃぐちゃってなって、見れんの？怖い話。それ見れます、見れます、YouTube の方行ったら。で、怖い話やめてくださいってなって、みんなほんまに、ちょっと、うん、映像が乱れまくってます、溶けてますとか、みんな言うて、僕が、その、昔おばあちゃんに仕掛けたドッキリの話したら、ほんまに綺麗になったんですよ。へぇ、突然変わって。電波とかにやっぱ来るって言うもんな。でも、なんか電波悪いとかなのか、そんな電波とか電気にやっぱそういう怖い話してたら絶対来るって言うやん。そうなんすかね。だから、話変えたら綺麗になって、NGK でよく怪談花月って毎年やってたけど、 あ、うんうん、あの後、確定で NGK の機材トラブルあるって。そうやな、毎回な。毎回必ずあるって言ってます。毎回あるよ。そうなんや。皆さん、あれ見ました？はい、河合ゆずるさんの、はいはい、ゆずるさんがちょっと前に、うん、一人で福岡、福岡に仕事で行ってて、うん、夜時間空いたからって一人でご飯に行ってストーリーあげてたんですよ。うん、でその後に神社行ってるんですけど、うん、で神社の、広場バーって撮ってるところに思いっきり声入ってるんですよ。うん、もうってめっちゃ怖い。それストーリー見ました、見ました。それストーリーでも、それストーリーはまあもうストーリーなんて消えちゃったんですけど、僕急いでゆずるさんにストーリーでメッセージ送って、うん、ゆずるさんこれ飽きませんってもう思いっきり声入ってますよって。ほんなゆずるさんももう何件も来てて、そのメッセージが。ほんで、やっぱそうですよねって。で、でもこれ大丈夫なんかなって来たんですけど、まあ、神社やし、そんな悪い霊ちゃうんじゃないですかって言って。で、言ったら、周りの他の人の、そういう霊感強い人とかも、あ、多分大丈夫な、そんな悪い霊じゃないですって言って、女の人の声でなんかね、そういう感じの、なんかね、おはよう的な声かけてる感じの。めっちゃ怖いやん。いや、はい、それちょっと、僕保存はしてるんで、携帯でスクショというか、画面録画で撮ったんで、またちょっとどっかで皆さんにも見せたいなと。うわ、でもそれ保存してる人もそのファンの方とかおるんちゃう？全然。いや、絶対おると思う。絶対おる、うん、たくさんいるでしょうね。だってめっちゃ明らかに聞こえたから、うん、だって何回も聞き直しても確定で、ちっちゃい声でボソボソっと入ってる。でも携帯こうやって動かしてるから、人の声が入るような感じはなかったし、誰もおらへんっていうのを映してたから、境内を。夜中やで。ゆずるさんも夜中によう行くなと思ってんけど。
確かに。うまいな、確かに。もうめっちゃ寒気してきたわ。ゆずさん、まあ、その寺が好きやから、まず神社的なんが、そういう神様好きやから。ゆずさんが。あるんですけど、ちょっとその前に、山田のちょっとおばあちゃんへのドッキリの話が気になって。気になるな。気になったんですけど。いや、気になるな、確かに。気になったでしょ、あれ。おばあちゃんのドッキリの話が気になったんですよ。その話が気になった。いや、ドッキリせえへんもんな。そうしないもん、おばあちゃんにドッキリ。そんな、そこ、ちょっと名を出すためだけですよ、別に。いや、どんな話よ。聞きたい。その配信をね。うん、いや、その、聞きたいんですけど。言ったら、はい、僕、あ、ちょっと待ってもらっていいですか。その、はい。おばあちゃんに、はい、ほう、その親戚のいとこがね、はい、ほうほう。まあ、僕は年上の女の子なんですけど、はいはいはい、おばあちゃんと一緒に住んでるんです、住んでたんですよ、昔。ほう。で、その女の子がおばあちゃんにドッキリをしたいって言って、うんうん、で、もう僕が、彼氏できたって言って、僕が全然変装してね、うん、カツラかぶって、ちょっとメガネして、帽子かぶってみたいな。はいはい、で、はい、おばあちゃんに彼氏ができたって言って、ほう、ほんまは 僕やのに嘘ついてね、うん、家招いて一緒に食事したいって言い出したんですよ。おばあちゃんがれるかどうか。はいはいはい、ドッキリ、ね。めっちゃ昔ですよ。僕学生の時とかですよ、それも。はい。で、ほんまに変装して僕、おばあちゃんと久しぶりに会いに行って、おばあちゃん全然気づいてなかったんですよ、うん、僕のこと。はいはいはい。で、一緒に3人でご飯食べてたんですね。はい、でずっと、なんか声がケントっぽいなーっておばあちゃん言うんですよ。で、食べてて、じゃあ、鼻がケントっぽいなーって言うんですよ。おで、喋り方ケントっぽいなーってすぐ言って、これおばあちゃん僕って気づいてて、うん、こう遊んでるなと思ったんですよ。泳がしてる。ずっともうケントっぽい、ケントっぽいって言うと思って、うん、これもうバレてるから、もう、ネタバラシしようと思って、うんうんうん、おばあちゃんごめんって言って僕カツラとメガネ帽子取って、はあ、ごめんドッキリやってんって言って僕出てきたんですよ。ほうほうほう。じゃあ僕見た瞬間慎太郎やがなって言ってお兄ちゃんと間違えたっていう。はい、オチオチ出さんでええねん。いや、もともと怖い話しちゃうから。いいね。もともと怖い話しちゃうからそれやらんでええねん。言わないですよ、それ。確かに、そうだな。ちょっと、いい話、僕、映像がバグったのを見せれんの？おばあちゃんで、できるかなと思って。あの、背景。見たいかもしれない。背景、もしかしたら。いける？でも、うん。え、全然時間は大丈夫よ。時間は大丈夫やから、はい、できるんやったら。できた？バーチャルがちょっと動画もできるはずなんで。え、もうできるの？え、バーチャル動画もできるの？できると思います。俺全然あかんやん、ほんならもう。なあ。ちょっと変えよう、iPhone。できるんかな？ちょっともし、でも、そのうわ、容量が。6S やからできんって言うのやったら、ちょっとお客さんでも知ってる人がおったら教えてほしいな、6S ができんのか。そうやな。うわ、これ、あ、じゃあその場面のスクショでもいいですか？そのバグった場面の。見してください。はい。はい。ちょっと待ってくださいね。すいません。すぐやります。あ、ほな、俺がちょっと。はい。一個話そうか？はい。すいません。その間に？いいですか？あ、もうすぐできるやったら全然。はい、あ、いいですか？お話ししていただいて。あ、そうでも。ちょっと。ちょっと皆さんに逆に聞いてほしいというか、ほう、はい、人間が一番まあ怖いっていう話があるじゃないですか。はい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 。はい、ちょっと漫才劇場のメンバーで、ほう、高見くんの話なんですけど、東大阪の。高見ね。はい、高見、はいはいはい。これちょっと皆さんちょっと聞いてほしいんですけど、はいはいはい。東大阪ツートライブの2組で東京で仕事があったんですよ。ほう。はいはい。で、一緒の仕事ね。はい。だから、まあ行く時も一緒の新幹線を取ってくれてたんで、一緒の新幹線で行って、うん、で、
その仕事も結構夜中、まあ夜中ですよ、結構夜遅くまであって、ほう、はいはいはい。仕事中はずっと一緒。で、まあ、東京で4人だけやから、結構ずっとこう一緒におって楽しくやってるわけじゃないですか。はい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 。はいはいはい。で、まあ、そんな知り合いとかもおらんから、その芸人とか他の、うん。まあ、ずっと4人でいるみたいな。うん、そうなるよな。だ帰るってなって、うん、まあ、自由席やったんですよ。何時になるか分かんかったから。はい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 。そこからもしあれやったら指定に変えてくださいみたいな感じだったんですよ。はいはい。乗ってからでも。で、まあ、自由席やから何時でもええかってことになって、うん、終電の、僕らが駅着いたのが終電の、大体3本前ぐらい。はい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 。まあ、ぐらいやったんですよ。うん、ほんで、あちょっとまあ、ギリギリもあれやし、2本前に乗ろうか、みたいな、うん。終電2本前ぐらいに乗ろうか、みたいな話を、プリンでしたときに、うん、高見くんが、うん、僕、ちょっと、大学の同級生が近くまで来てるらしくて、ちょっと喋ってお茶してから、最終で帰りますって言ったんですよ。うん、なるほど、なるほど。あ、そうなんや。あ、全然ええやん。行っておいで。って。ほんで、俺らは、終電の1本前にするわ、やっぱりって言ったんですよ。うん、終電の1本前。で、高見は終電で帰るって言ったんですよ。うん、ね、で、俺らはちょコンビニとかで、まあ、お酒とか買って、終電の1本前に乗ろうかってなって、終電の1本前にしようとしたんですけど、ほうほう。こうなんかちょっと、あの近く店みたいな入って飲んでたりしたら、あ、もう時間ないやんってなって、うん、終電で帰る。ことになったんですよ、結局。はい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 。で、ホーム行くじゃないですか。はあ。だから当然、高見はおると思ってるから、僕らは。ああ、そうそう。うん。終電。で、探そうってなって、バーって探してたら、どこにもいないんですよ。ほう。そこ探してもいないんですよ、もう3人で手分けして。おいおい、あいつ乗り過ごしたんちゃうってなって、僕らは。なるほど。ほう。で、でもこれ止まってしまったら、次の日、寄せやから、2組、とも寄せやったんですよ。絶対あかんやんっていう。絶対あかん、間に合わへんってなって、うん、やばいやばいってなって、まあ、とりあえず僕らは乗ろうって乗ったんですよ。うん、で、3人で、あグループラインみたいなのその時作ってたから、おうおうおう、高見大丈夫みたいな。うん。連絡ないんですよ。うん。で、一番心配なのは今井が心配で、次の日の仕事があるんで、そりゃそうや。ずっと電話しとったんですよ。うん、で、でも繋がらないんですよ。ほう。いや大丈夫みたいになって、まあ、東京で、まあ、一人でもし乗り過ごしたとしたらホテルとか泊まらなあかんし、もしくは満喫とか行かなあかんし、うん、大丈夫かなってめっちゃ心配して、まあ、気が気じゃなくて、で大阪着いて、で、家帰っても連絡ないっていう。ほんで、やばいなってなって、次の今漫才劇場の楽屋行くじゃないですか。なるほど。でパーッと行って、下でタバコ吸うてたら、まあ、周平とか、今井とかも来て、うん、で、バーって上上がったんですよ。ほう。で、楽屋にパーンと入ったら、高見がおるんすよ。え？高見がおるんすよ。ほう。ほんで、僕らからしたら、お前何しててん昨日みたいな。お前、終電で帰るから、俺はもう終電、ほんなら高見がどうせおるんやったら4人で帰ろうってことで終電にして、探してたんやで、みたいな。ああで、飲んでるんですかみたいな。いや、お前もし、あ、終電をなんで乗ってなかったみたいな言ったら、ああいや、僕、あの終電の1個前のやつで帰りましたよって言い出して。うん、え、なんで、うん、なんでって言ったら、いや、その大学の時の友達会おうと思ったんですけど、なんか急遽予定が入って、向こうが無理になったんで、僕も終電の1個前で帰りました。うんうん、でもその終電の1個前のやつって俺らがもともと乗ろうって言ってたやつや、うん、予定のやつやったな、予定のやつ、はい、それやったら1本その連絡いそうやな、結局僕らが行けます、入れたわけやんか、はい、で、もし俺らが最終にしたとしてもその1本前のに乗るっていう連絡はするはずやんか、うん、で、俺らは心配してる連絡送ってるわけやんか、そうやな、うん、それも全然わかってない。で、あいつは、え、僕、一歩前でも帰りましたよ。え、そう、俺らが最初帰る言ってたやつやん。え、そんな、そんな、なんか、俺らおらんのおかしくなかったみたいな。ああ。っていう話をしてた。言うわな。言うやん。あ、すいません。え、あ、もう、
ありがとうございました、お疲れ様でしたって言ったらもうあの終わりだと思ったんで。むちゃくちゃ怖い。感情が怖いな。これあの、ね、怖い話でも本当に怖い。普通に言うよな。連絡返さなかったんですね。もうあそこでお疲れ様でしたって言ったら終わりだと思ったんで。いや怪しいなそれなんかな。いや怪しいもあったんやけど、もう最初怪しい攻めしとったんやけど、もうそんなんよりももう最高。いやでもあいつはその感じあるもんな。やばかったよ。急になんかスイッチ切るというか、そのなんか何やろうな、意外にめっちゃちゃんとしてそうやん。そうそう、うん、まあまあそうなイメージですよね、うん、しっかりしてそうやね。でもなんか共通の知り合いのなんか人がいて、結構ご飯連れてってくれるんですよその人はね。はいはいはい。で高見もめっちゃお世話になってて、でも高見はその人になんか自分で話しかけて質問を見出して、その人が話してんのにずっと携帯触って、パッて見たらなんかインスタのめっちゃ可愛い子の写真ずっと見てるんですよ。で僕ちゃんと怒って、怖いよ。あかんねん。じゃあなんかね、急にスイッチ切れるんですよあいつ。急にスイッチ切れるよ。言ってたかな。もう一人の世界に入るというか。はいはいはい、絶対そうやと思うわ。お疲れ様でした言うてました、インスタグラム見る前。いや、お疲れ様でした言ってないけど。あいつお疲れ様でした言ったらもう友達もう最後だよ。あれでちゃんと切んねや。まあ相手でもなんでもない。いやお世話になって、確かにそういうとこある。最高的なとこあるからな、あいつ。そうですね。それはでもほんまにここ最近でちょっとマジで怖かった。えって思って。確かに確かに。返事はしたらいいですもんね。せめて。連絡系にやったら。そうし、1個前で帰るやったら、普通、俺やったら、あの僕1個前に帰ることになって、キャンセルになって帰ることになったんです、皆さん乗ってますかとか言うと思うねん。一応な。いや、絶対言うよ。うん、あ言いますよね。それや。それはやっぱおかしいな。しかもやっぱ高みのイメージがあるやん。ちゃんとしてるという。そう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 。うん、ほんまにやばいやつやから、あいつ。山田君の準備ができましたか？おう。あ、はい、できました。見せてくださいよ。流していただけるみたいです、ここで。え？怖っ！そんな感じで流せんねや。マジか。怖いな。はい。これですね。喋ってるんですけど。ほう。ほうほうほう。音はないんかな？音はないんかもしれない。あ、うわ！うわ！え？ぐにゃーって。うわ、なんか溶けていくやん。溶けていくんです、ほんまに。こんなことある？で、パッと戻るっていう。え、これ、いやこれその怖い話した時だけ？そうです、そうです。で、おばあちゃんのドッキリの話は大丈夫でした。完全に消えたらしくなって。ほんまに。怖っ。怖いな。あの、溶けるやつがあの後も2、3回あって、1回。続いたってこと？ 1 回ぐらい。はい。戻ったらまた戻って。画面がめちゃくちゃになってしまって。そう。あ、もう一度流します。もう一度、音ありで？あ、音ありもあるんですね。はい。音は多分見られてない。さっきから山田の腕がちょいちょい切れてんねんな。やめてください。それも怖いねん。バーチャルのやつ。みんなワーキャー出てましたけど、ワーキャーの後は笑い声があって、常にね、受けてたという。え？画面が乱れてる。え？おっ！おぉ！大丈夫ですか？うわ、怖いわこうやって。おばあちゃんのなんか、やっ。ほんまや。ほんまや。ほんまや。怖っ。お前一人であんな怖い配信してんの？いや、普段は別にしてなくて、いろいろテーマ決めてやってるんですけど、その時はちょっとそういう怖い系の話もしてたら、初めてだった。怖いわ、今の。なんか、早すぎる崩れ方が。ああ。そうでしょ。ちゃんと溶けてる感じな。溶けてる感じがする。はい、初めて見た、こんな溶けてんの。よくあるやん、心霊写真で足消えてたら足怪我するとか。はいはいはい、はい。だから、お前気をつけとかんな。もしかしたら、はい、あの、もう少しで溶けるかもしれない。溶けるありえるか。溶けるそれを予知してるんかも。え、どんな状況になってるの？やばいな、マグマ飛び込むか。いや僕が悪いでしょ、じゃあそれ。温暖化に伴い。温暖化で溶けるか、そんな。
さあ、怖い。ということでですね、ちょっとね、お時間が30分の予定だったんですけど、もう45分ぐらいいっちゃってまして。あっちゅうまや。うわ、ほんまや。ラスト1個話していい？あ、いいです、いいです。ほんならラスト、それで終わりましょう。はい、これは、ケントは知ってると思うねんけど、はい。あの、むしゃむしゃの浜坂に聞いた怖い話があって、ほう。これ、なかなか怖いのよ。なんか、そのシンプルやねんけど、なんかゾッとするなっていう。その、むしゃむしゃの浜坂って、ずっとね、もう何年もすき家でアルバイトしてるんですよ。あ、してるしてる。牛丼屋さんでね。で、それで、その時は、なんかヘルプで、南大阪の方の店舗に手伝いに行ってたんですね。はい。で、そこはなんかね、すごく、なんかお化けが出るとか、そういう結構なんか気持ち悪いっていう噂があったらしくて。はい、でそこ行った時のお話らしくて、そこもなんか、夜中に閉め作業みたいなのがあるらしくて、はい、お店を閉めてずっと掃除するみたいなだけの仕事やったんで、その時、はい、で閉めて閉め作業してて、はい、ほんなら、2時ぐらい牛蜜時になった時に、はい、歌が流れたって、その時ちょうどクリスマス時期で、うん、クリスマスソングがずっと流れてたらしいんですけど、はい、そのクリスマスソングの後ろにずっとキャ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 みたいな、うん、子供の笑い声みたいなのがずっと入ってるんですよ。女の子の子供の笑い声がずっとキャ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 って聞こえてくると。でめっちゃ怖いから、とりあえずなんか気持ち和ませるために自分の店舗にいつも入ってる店舗は友達が働いてるから和ませようと思って、そこの電話から電話したんですって。ほう。で、ちょっと落ち着かして、はい、で、なんか、怖いの紛らわして、こんなことあってんっていう話してるけど、まあ、向こうも、いや、まあ、気のせいやろ、みたいな。うん、うん。いや、そうやんなって言いながら、ああ、よかった、ちょっとなんか、和んだわ、と、ありがとうって聞いた。ほう。で、掃除続けてたら、今度、店の電話が鳴ったんですよ。で、もしもしって出たら、本部からの電話やったんですよ、すき家の。うん、それ何の電話かって言ったら、浜坂君今掃除してくれてるよなって。あ、もちろんしてますって。ほう。なんか友達連れ込んでなんかやってるやろ、うん、友達店の中入れてなんか手伝わしたりなんかしてるやろみたいな。いや、どういうことですかって。全くしてないですよって言ったんですね。ほう。ほんなその本部の人が、じゃあその防犯カメラに映ってる女の子誰って言って、ずっと店内走り回ってるその女の子誰って言ったんですよ。ほんで、浜坂も怖すぎて、うん、いや、ほんまに誰もいないですって言って。で、とりあえず、あ、そうやったらええねんけどって切って、でも浜坂そっからも一人やから、とりあえず怖いから、でも好きやって、全部調理を簡単にしてるんですよ。温めるだけとかにしてるんですよ。はいはい、味付けとかなしで。はいはい、その人件費削減というかね、そういうのと質もだから塩とか調味料とか一切ないんですよ。だから塩巻きたくても、うん、その塩が巻かれへんから、ほんとたまたまその時キャンペーンで塩だれトンドンっていうね、塩だれ豚丼っていうのがあったから、はい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 、とりあえず四隅に塩だれを巻いたっていう。アホやなぁ。いや、無理やろ。パニックやったんでしょうね。そう、パニックやった。とにかく消えてくれということで、いや、なんとか幽霊もパニックになるって置かれたら。塩だれ。これは、ちゃんと怖いし、うん、まあ、ちゃんとオチもあるし。すごいなぁ。めっちゃ怖ないですよ、これ。めっちゃ怖い。今聞いててめっちゃ怖かった。めっちゃ怖い。うん。ゾッとするでしょ。ゾッとする、うん、その電話で自分が言われてるのを想像したら、いや怖いっすね。これは後ろ振り向けへんもんな、こうやって電話してて。いや、ほんまや、怖いらしいです。マジか。いや、ちゃんと最後閉まりましたね、階段ナイトで。はい、はい、ありがとうございます。う、ね、うん、さあ、ということでエンディングでございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。こういう感じ。これが、漫才劇場の一発目の、うん、YouTube 企画。はい、一発目だこれ。一発目らしいですよ。変わってるな。変わってるな。告知とかも皆さんしていいんですよね。何か皆さん告知ありますか。はい。まあ、僕、
はい、はい、どうぞどうぞ、はい、はい、これあるよね、ズームあるあるよね。そう、ズームあるあるね、はい、僕らちはあのダブルアートの俺らをテレビの3回 TV で YouTube やってまして、はい、それが毎週火曜日に、はい、更新しまして、で、あと僕がですね、ダブルアートしんべえの、個人チャンネルで、え、デブデブ太ってるっていう新しい個人チャンネル。もうやってる？あ、まだやってる気ないですやん、もう。デブデブ太ってる。ラブラバイスみたいな感じで、デブデブ太ってるっていう。ラブラバイスで。それを、今ね、もうだいぶ前に撮ってあったんで、いろいろ。はい。それを今、もうすぐ編集終わるんで、それをちょっと、これから小出しにアップしていくんで、また。ああ、なるほど。あ、大丈夫、はい、それ、自粛中に撮ったのに、だいぶ前に撮ってたとか言って、ごまかしてない大丈夫？ごまかしてるか。もしそうやったとしても、言うな、そんなこと。大丈夫、詰めてくるなよ。大丈夫、ね、詰めてくるな、そんな。もし、そうやったらどうすんねん。大丈夫です、それは。結構前に撮ったやつです。あ、はい。これ、何月何日撮影とか怪しいこと書いてない大丈夫？いやいや、それは書いた方がええんちゃう、一応書いた方がええんちゃう。怪しいって言うからダメなんですよ、それ。そうやな、急に怪しいなるから。はい、で、山田行く、はい、はい、あ、僕たちラニーラニーラニーという YouTube チャンネル、はい、平日更新してまして、うん、まあ、はい、家で今撮れるのを頑張っていろいろ撮ってやってますんで、うん、ぜひともお願いします、見てください。お願いします。はい。よし。カズちゃん。あ、僕は大丈夫です。はい。あ、大丈夫ですか。ツートライブも、ツートライブもラジオ YouTube チャンネルをやっておりまして、ね、ツートライブの周波数は3329、かっこ耳肉という、YouTube ラジオをやっておりますので、ぜひ聞いてください、ね。よろしくお願いします。お願いします。で、カズチさん。はい。カズチさん、水飲んでますよね、今。水持ってるよ。水見てもらっていいですか。何が、はい、聞くやろ、うん、あれちょっと見えへんな。ちょっと前に、あれ前か。ちゃんとちゃんとLINE ライブの時と同じ水飲んでますよ。いや、ただただ売ってて。LINE ライブの時にスタッフさんが用意してくれる。これや、うん、ちゃんとそのやつ飲んでますよ。ちゃんとミニボトルですね。はい、ミニボトルで。ちょうどいい。はい。ですね、次回の万劇おうちチャンネルはですね、うん、ラフ次元梅村さん、デイビーズアフロ皆川、うん、東大阪高見、金目鯛上田ダウンの4名が万劇リモート授業をお届けします。うん、絶対それ1番目やろ。そうやな、高見さんいるからでも怖いっすよ。あ、高見がおるからね。サイコパス。サイコパス授業。あれですよ、それがまあ、いつ配信かはちょっとごめんなさい、わからないんですけども、うん、この配信はまあ、5月3日ですね、今日ですね。はい。はい。また次回の配信が、万劇リモート授業ということになりますので、皆さんぜひ見てください。ということで、以上、万劇怪談ナイトでした。ありがとうございま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 した。体にお気をつけて。